どうもボビー・アートレザーのボビーですえーアトリエの、えー、ボビー・アートレザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしておりますねええー、もう今日はあ3月9日あサンキューの日ですねええー、ねいろんなことに、えー、ありがとうと。 伝えたいような、なそんな一日ですね、えー。今日はですね、えー、まあ火曜日なんですけども火曜日はね作品の話なんですけどもねいつも話してるんですけども今日はですね明日がですねちょっとアトリエをちょっと昼間あ出るので,ですね出ていくんで何ていうんですかあねえあの。 できることか微妙な線なんで、いつも水曜日にね、シリーズでやってます、制作の話でやってますこ、のこのバルハット完成への道のり動画、このつ第7話、その続きをですね、そ,その続きをですね、第7回ですね、その続きをですね、動画を、制作している動画をね、交えながら、 あの進めていきたいなと思ってますんでね、えー、ゆっくりねお,あのお付き合いいただければ幸いですでですね,ねこんな感じのねこんな感じですよ、ね、完成したこれはまああの実際完成した時のですね、えー、映像ですね、まあ、これ、あのー、編集をしてないでですねまあ あのそのまま僕の僕もゃ喋りとですねあれでずっと毎週やってるんですけどね、えー、すってあもう映像始まってるんで <laughs> あの話しますね,ね、えー、先週はですねこのパーツを作って、えーね、このハットのこの、えー、クラウンのおところなんですねこのつやっとね、えー、今度は筒のようにねこのな形にね一歩でも形になるっていうかあそんな感じですね、えー、こういうふうに、えー、両面テープでね剥がして。 で、えー、ピチッとね、えー、合わします、ね。で、これをですね、えー、こういうしてこううや、一応ね、リングのになりましたね、輪っかに、えー、なりましたということですね、えー。まあ、ここからですね、また次の工程に入るんですけどもね、えー、ねはい。で、で、あの場所を変えまして、えー、さっきのね、えー あの貼り合わせたところをね、えー、今度はですね、えー、こ,ここ重要なんですねあのそのままねあの、えー、ポンチでね叩いたらねあの貫通してしまいますんでねあの間に挟んでねこうやって、えー、銀ペンで印してたところですね、えー、こう打ち付けていくわけですね。<laughs> えー、ねここのの拙い、えーこの アドリブで、ね、もう急に始めたんで、えーね、あ,のあれなんですけど心構えもなく喋ってますけどもね、えー、こういう感じでですね、えー、コンコンとね、えー、打っておりますけどねやっぱりこのこ,れこういうふうな、ね、やってる時も結構しあの思い切りも大事なんですね、うん、である程度慎重さももちろん大切ですし、うん そんな感じでね、えー、コンコンとやっております。でですね、えー、これはあの映像走らずに、えー、ねやってますね。 1> まああのー、第1回目の、ねあのー、トレースするところからと比べたらあ、ねえー、少し、ね、この形になってい,いってるんじゃないでしょうかね。えー、1週間ごとの飛びで、ね、やってますんでこのシリーズをですね、まあ、ゆくゆくはですねこのブログの方に、ね、まとめて、えー、なんか解説動画付き、えー、ブログ記事をですね、えー、完成させたいなと思っております。ねえー、今もですね、えー、この スタジオのスタジオ、まあ、ここでは、まあ、スタジオですよね。<laughs> アトリエやけど。で、その横でですね、えー、隣ですね、のところでです、ねえー、あ今あ、キャスケットをですね、えー、トレースしてね、いろいろやってますけどもね、えー、はい、こんな感じで。ね。はい。じゃ引き続きですね、もうどんどんいきますよ。で、今度はですね、このク,クラウンのですね、この、 ね、頭んとこ,こちょ僕が邪魔かなね <laughs> 解説してる人が。うん、で今度は革紐でですね、えー、こんなふうにですね、えー、3枚の革の、ね、中,中にですね、えー、通していきますね。いかにもハンドメイドでしょでまあこういう感じでね、えー、立ててね、えー、あのテーブルを上でねこう置いてやってますけどもね。 あのー、今日もですね、今日昨日かな、昨日ぐらいからですね、背中が非常に何とも言えんぐらい痛くなってですね、えー、まあこのアトリエのですね、えー、すぐ近くの、すぐもうアトリエのこの建物の,の,あの部屋違いなんですけど、えー、ね整、えー、体さん、整体をね、やってる方いますんでね、久しぶりにか、えー、行きましてですね、三、え、十、ー、分ほどね、えー、オーバーホール、三十分ほど背中を、お バッキバキキにもんでもらいましたね、えー、やっぱりねあのなんですか中腰になってる時間が長いっていうのとこのパソコンとかそういうのにねずっとしてるんでねなんかえらいこう固まってたみたいでねえー、えー、なんか柔軟にしとかなあかんよということで、ま、毎回そんな話を言われますけどね、うん、まあで水をより飲んでくださいと。 言わ,言われました、ね、であとあのこ筒のようなやつですねあのよくあるでしょそ,こそれを背中に、えー、ね置いてゴロゴロするとかあそういうふうにこうなんか剥がしてくださいとあの筋膜がどのこだろうね今この,あの政作の解説と全然違うことの話申し訳ないんですけどねまあこういう感じでですね、えーえー、こうお狭い穴のところをねこう。 霧でこう広げてねあの皮を広げて穴を広げてでこういうふうにですね、えー、もうわちゃわちゃした感じですけどね, <laughs> ね皮ひもですねこうこ,うこうめくれ上がるんですねこ,れこう何ですか反転するというかねそれを戻したりしながらですねもうこれ厄介なんですけどねこ毎回ねこれが。うん この地味な作業ですね、えー、何時間にもわたってやってますね。うん。まあだけどまあこれが承認をおてるんでしょうね。うん。まああのこれこういうようなねやり方を誰にも教わったわけでもなく、これが正しいのかどうかあるんですよ。まああくまでもボビー・アートレイザーのものづくりの仕方なんでね。うん。本当はもっといい、えー、あの本当はこうやってやるんやでっていうやり方があるかもしれませんけどもね。うん。 でまあ、僕はもうおこ,のこれで、えー、10年そこらもとかやってるんでね <laughs> このスタイルでねはいでえーつね、あのちょっと角度を変えて撮ってみようかなということで,ですねカメラアングルをいちいち変えたりとかしてですねこれ引っ張り出して、えー、やってるわけですね、うんまあ、見てもらおうかなと思ってあのしばらくはですね、まあ、あの次回もですね ですけど、こういう、あのー、ひたすらあの <laughs> 皮ひもを通しているところがね、えー、<laughs> 増えますけどねもうちょっと進みましたねちょっとはしょっと端折りましたけどね、うん、でこ,うこんな感じでねなかなかこう通すも難儀なんですけどねでクッてこうねあの <laughs> やりながらですねはい。 こういう形のねまああので止めていってるわけですよまあこの力加減もねもうほんにえ体があの感覚が覚えているっていう感じですねどう説明していいかどうかあれですけどでえねこういうふうにね引っ張ってであのいきますねでこうやって皮紐をですねこうっ引っ張ってこう穴に通していってるわけでしょだからね 革紐、えー、も同じ革なんですけどねこのおボディとねだけど何て言うんですかあのー、あまたちょっと待って、えー <laughs> あのー、またねあの言、ー、んですかこうすれていくんで表情があ変わるわけですねそれがまたあいいんですね。 さあ次はですね途中でねあのやっぱサイン入れるの忘れたなと思ってね、えー、いつもですね、えー、まあ僕が作ったという僕が作りましたっていうねボビー・アートレザー,が,あーが作りましたよという証明の意味も兼ねてですねクラフトマンっていうか、まあ、僕の直筆サインをね、えー、入れてますねこれはあ L サイズだったのねうんまあこんな感じですね、えー ねえー、入れましたと、ねまあ,あの僕以外はこの字書けませんからね、まあ、僕が作ってるんやわボビー・アドレザー製ですよっていう紛れもなく作ってるよっていうことの,の証明にもあれば証しですね。はい、ねで今度はですねこのマクロレンズを使ってですね <laughs> あの ちょっと撮影してみたんですよねあ,のあまりにもこう引きの画像が多いんであのー、マクロレンズでこうしばらくこう撮ってますけどねまあこれがあこんな感じでねヒュッとこう止まってるわけですよねだからしばらくちょっとマクロレンズのこういう何ですかあの ドアップなが映りますけどね、でもやっぱこういう窮屈なところはですね、こ,うこの道具でですね、えーこう、穴を広げてですね、えー、こうね、刺していくわけですね、ままああの。ちょっと画面暴れてますけどね、これどうしてもね、あの画面のモニター見ながら作ってるわけじゃないんであの、どうしてもこれ、あのね、あの手元に引っ張ってし,しまうわけじゃないですか。うん、それでね どうしてもそんな感じになりますけどねはいこれで、えー、あぜこれ全部あ終わってこれもうさっきの画像かなねさっきの画像ですねはいそんな感じでですねチャプターを消して、えー、そういう感じでですね、えーまあ、今回ここのねハットのだんだいたい形になってきてるでしょねえー、ねそんな感じで、えー、僕もねこれぐらいのとこまで 到達していったらですね。あ、ちょっとね。あのホッとはしないですけど、あの何ですか？あの形に少しずつなってきたなという,う安堵感というか、なんかこう何ですか？折り返しまだまだ、まま、折り返しに近いでしょうけどね。うん、うん、でもほぼほぼなんかこう。何て言ハットになってきたなという感じで。 うんまあ、そこまで来るまでが意外に長いんですよねこ,だってこれ今日七回目で,で,でしょこれまあまあ端折って七回目なんで,、うん、でそれを考えたらですね、まあ、あの一番時間がかかるのはやっぱり型,型紙からですねトレースしてカットしてというパーツを作るところまでがなんだかんだでもお、ね、あの時間がかかっているような気がしますね時間がかかってからいいものでもないんですけど うんまあ、あとそうですねまあやっぱり時間かかるその黙々と時間かかるのがやっぱあるですよあのさっきのあの今日 <laughs> ねあの動画では少なかったけどあのこうかわいいもう <laughs> ねかかっていくもうボビーアトレーザースタイルねあのそ,それがねミシンとかなんか機械やったらもう一瞬でパパパパパって終わることはですねそこが一番あのなんとも言えあのあれですけど僕はそこにそこのその何んですか奇跡っていうんですかね あのあのレースっていうかこのね皮ひものそこがのステッチがやっぱりかっこいいなと思いますしそこの魅力っていうのはやっぱりこうねその立体感というかあの何て言うんですかねコントラストっていうかそこはですね、えー、もうね機械ではもう絶対にできない領域なんで、えー、そこはもう何、えー、ですかね、えー 楽しんでもらいたいなと思いますし、めでてもらいたいなと思いますしね。うん、まあそんな感じでですね、えーあ、ありがとうございます。コメント、あ徳山さんも、ね、今日はね、えー、あの、あれですよ、あの火曜日にやってますけど、ね、いつも水曜日やってるでしょ。で、ね、あ、お疲れ様ですあ。僕のサインないわって、あ、そう、れ逆にレアですよ。うん、あのね、あのー、 徳山さんの時の頃のはまだそこまであのなんですかこそこまであのなんです今みたいに、ね、こう法度をね作り続けるというあれもなかったまだみえだかほらね一瞬先はあ光とよく言いますけどねその時はまだなんですかこうあのー、こうふわっと幕を開けるうす,す,すぼまりというか。 逆にサインがな,ない方もね何人かいますね。のなんかあの忘れた頃にサインを入れたり、えーなんかね、再開した時にサインを入れさせてもらったりとかしたりとかしてますね。うん、だからあーな僕のこれ実際かぶってるのもないですね。<laughs> うん、で、うん、あ,あるやつもあるかな今思えば。うん いろいろこれもね、今あ、このスタイルになってからっていうのが、ー何年経つんやろうな、それでも5年ぐらい経つんかな。うん、で、要は、あのー、夜勤、夜勤やね、この、えー、っと、あ今、パッと、こいつ、ね、ボビー・アドレアのこのこれ、これ、どうやって見えるこれ。 ね、これで厚にしてジュッと皮にね打ちの当てるわけですよこれを。ね、これができるまでっていうか、まああのー、それこれができてからやり始めたんで、うん、45年ぐらいでしょうかね、うん、それまでこのロゴを開発するまではですねあれですけどいろいろ大変でしたよ。<laughs> けどねあのこういう風にして歴史っていうのは彩られていくっていうか作られていくようなそんな気がしますし、うん、そ,うそういう,うブランドの成長っていうのかなそういうことも一緒に、えー、なんかこう共にこう上って一緒にね上がっていってもらえればなと思いますしねこのボビー・アトレザーの歴史っていうかブ、うん、レザーのね うん、今日はね、すごくいいことを聞いてですね、なんかよかったんですけど、こう、何ですか、種をまく生き方っていうのかな、うん。種をまく生き方っていうのをね、今日褒めたさんから聞が言ってましてね、えい,い言葉やなと思って。あの、まくっていうじゃあるんですかまく。ね、まくっていうのはこう草冠に時って書くでしょ、時間のね、時。あれをまくっていうのは、すぐにね、 えー、芽が出るわけでもなく何年後かにいつ芽が出るわけもないけどもあ種をまくっていうかもうひょっとしたらこれも種をまいてるのかもしれませんしねそういうふうなの積み重ねで、えー、ね今のこのサインのこともにあのこうピンときたというかも、まあ、ありますしスタイルが、まあ、これもこ今後ねどういうふうに変わっていくか分からないですし、うん、ロゴもね緩やかに ね、こ前,は前はこのロゴでもなかったんで、まあ、今でもこのロゴと2つ並行してやってますけど、あのー、最初はそのキあのボビー・アドレザーのねいつものボビー・キノコというんですかね、うん、あのヒッピーなあセブンティーズなあーロゴなんですけどそれで最初これを夜勤を、ね、作ろうとしたんですけどもお目が潰れるからちょっと無理ですって断られたんですよね。 だからもう焼き印っていうのはとかレーザーっていうのはあんまやらなかったんですよね。けどまああのこ,れをこのねロゴを開発した時にデザインした時に、えー、なんかねこれやったらできそうな出来事で、うん、あのここからあまたスタイルが始まりましたけど、うん、そんな感じでね、うん、今はねそういう感じでやっております。あのまたね来週で、えー、その続き もういよいよね、えー、このクラウンこっちができて、こうだんだん帽子の形というか、ハットの形にね、近づいてまいりますんでね、えー、そこの辺のね、ところをね、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。えー、それではね、まあ、明日はちょっと、配信があひょっとしたらあスマホでですね、 スマホ立てで、えー、こなしながらあ話するかもしれませんけどもその辺はね、えー、臨機応変でいこうかなと思いますね、えー、今はこの、えーね、この配信っていうのを続けていきながらいろんな経験も僕も積みながらあーねあの共に成長していければなと思っておりますそれではまた、えー、次の機会にお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ